初キャラで、初エピックで、初ラウンドです。ナイス。おはようございます。スズランゴルフチャンネル。今日はなんか人がいっぱいいるので静かにしてましたけど、私山内スズランはなんと市原市プロモーション大使に就任いたしました。すごくない？すごいですね。しかもここベルセルバカントリークラブって言うんですけど、市原市です。ということは市原市ゴルフ場巡り33スタンプもう一個増えます。2箇所目ですね。2箇所目、やっと2箇所目。てか今日撮影も超久しぶりで超楽しみにしてて、しかもはい、来ましたか。初キャラウェイ、初エピックで、初ラウンドです。やっと、もう1ヶ月くらい待った。そうっすね。今月で11月か今ね、はい、11月で SK48 を卒業するので、まあ、今後 YouTube でどんなことやってほしいとか、まあ、皆さんからのご要望とかもね、ちょっとコメント欄でももらえたら嬉しいなと思いながらラウンドしていきます。何でも質問してください。次のね、撮影の時にね、答えられたらいいですよね。そうですね。1番ホール、今日 A グリーンなので507ヤードのパー5。ここ左が浅いから。そうですね。なんか右に置くとまた引っ掛ける癖が前はあったんで怖かったんですけど、今回は攻めたいと思います。引っ掛けないと思うんで。まあまあまあ、まだタイミングがつかめてないんだろうけど、全然セーフ。いいとこっすね。いや、触れてる、朝とは思えないぐらい触れてる、ね、ちょっとまだやっぱ今まで使ってたシャフトと違うからタイミング合ってないけど、こんなに朝一から満振りできるとは。クラブ変えるのって何年ぶりぐらいですか？ドライバーは 4,5 年変えてないです。アイアンとかはもしかしたら2年とか2年半ぐらいだと思いますけど、うん、ドライバーはずっと使ってますね。やっぱりなんか新しく変えてもやっぱ前の方がいいなと思って戻すことも全然あるんで、やっぱ新しく買ったからといってなんだろう、もったいなくて使うっていうのはあんまりしないかも。ちょっとつま先上がりなので自動的に左に行きやすいラインですね。初5番ウッドです。フェアウェイ右狙っていきます。はい。あ、右すぎた。いやいやいや、でも出てくるでしょ。出てきた。なんか最初左ちょっと跳ねました。やっぱちょっとだけ、もうちょっと振ってるんだね。あ、何ヤード？ここまだ乗らないな。180、まだ乗らない。ちょっと手前まで頑張って打ちたいけど、結構つま先上がりだな。7番アイアンにしました。結構傾斜ですね。かなり傾斜ですよ。わかるかな。いや、前も言ってたと思うけど、滑り台できるやつ本当に。ちょっとこれも右のバンカー目指していきます。いや、ナイス。あ、またラフか。思ったより左出なかったですね。ちょっとまだアイアンの距離感が全然わからなくて、前使ってたヤマハのクラブは2番手遠く飛ぶクラブを使ってたんで、より飛ぶクラブだったんですけど、今回は純正っていうか、まあまあそうですね、ロフトが前のやつよりはちょっと寝てるかもしれない。そうだね。だから飛距離がちょっと変わるかもしれない。110って言ったら9番で乗るかなって思うんで、はい、9番持ってます。ピンのちょっと右狙います。あー、当たってた。まああると思う、右に。まあまあ寄せやすいとこじゃないですか。そうだね。何番ですか？50度です。はい。止まれ、奥下ってんだよね。オッケー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 、ナイスナイス。
切れましたね、思ったより、うん、あー、ダマにしちゃった。まあまあまあ、でも結構これでクラブのなんか特性がちょっとつかめたと思うので、こっからはガンガン攻めていきたいと思います。2番ホール339ヤードのパー4です。いやー、ここもね結構難易度が高いホールですよ。そして日がちょっと出てきましたね。天気良くなってきた。うわ、ナイス。自分で言っちゃった。めっちゃ飛んでる。210、220ぐらい飛んでんじゃない。飛んでますね。ね、いつもだったら150ヤードちょっとフォローで、まあ6番アイアンで行くとこなんですけど、ちょっと番手がやっぱ読めないね、飛距離が。5番で打ってみようかな。うわ、よいしょ、よいしょ、届いて、届いた。よいしょ、待って、ちょっと右に跳ねて、あんま良くないとこかもしんないけど、150ヤードをアイアンで乗せられたことが嬉しい、うん、いや、打ててないね。なんかショートしてますね、ちょっと。あら、惜しい。いやー、ちょっとパターで苦戦しましたね。セカンドまで良かったのに。いつになったら感覚が合ってくるかな。あ、違う、なんだっけ、何してんすか。キックボクシング始めたんですよ、最近。キックボクシング。そう、こうやってやって足こうやってやるんですよ。何それ、ダンスしてんすか。違う違う、こうやってやるじゃないですか。こうやって。何それ。やるんです、キックボクシングの人は。やるの。やるじゃん、ボクサーとか。こうやってこうやって。やるんですって。ダンスしてるにしか見えないですけど。いや、ほんとに。こうやって顎の下に構えて、うん、これなんて言うんだっけ。ジャブ。ジョブです。ジャブです。ジャブは左足をこう出すんですよ。出してこっち行くんですよ。で、3番ホール193ヤードのパー3です。長い。長くない？実質200ぐらいありますね。ちょっと登ってるからね。登ってる。手前も受けてるし、遠くない？ちょっと3番ウッドで届くかな。3番ウッドでピン左狙おうかな。ナイスショー。ナイス。あ、ちょっと良かったけど、ちょっと手前だね、うん、ちょっと薄かったです。やっぱボクシング効果かも。私本当にセンスあるって言われたんだから。うまいって言われたんだから。本当に目をまっすぐ見て、向いてるよ、センスあるって言ってくれたもん。髪の毛ぐちゃぐちゃ立ってきた。なんかちょっと緩くなってきたかも。あ、ほら、ちょっと直すわ。取らなくていいですよ。いや、取んなくていいっすね。いいって。どう、髪型。さっきモサモサしてたけど、なんかとんがりコーンみたいになってない？ちょ、見ないでやっちゃったから。変？ちょっと変っすね。変なの、やめてよ。ちょっと取んないで。すごい、見てこの傾斜ね。え、二段グリーン。これちょっとふわっとわかると思うよ。半分ぐらいの高さ。こんぐらい。わかる。こうやって。こんぐらい。わかる。ちょっとわかんないです。わかんないの。めっちゃここ痛かったのに今。30ヤードくらいでいいね。手前、奥行くのも結構難しいですけどね。まあ、あの真ん中ぐらいに落とせば頑張って登ってくれると思うけど。
やってるよ。これちょっとスライスするよね。この辺通って。うわ。危な。早くマークしたもん。捨ててちょうどいいわ。そうだね、思ったより打ってなかったわ。うん、そうだね、練習グリーンはほぼ平らだからね。基本3ホール全部ダボっていうのはちょっと初めてかも、ね、そのぐらい、まあ、言い訳になっちゃうかもしれないけど、新しいクラブに変えるってやっぱ難しいことなんですね。最初はやっぱ人もそうじゃないですか。人もやっぱりこうちょっとなんで言いにくいでしょ。人もだってさ、最初から価値観っていくものじゃないと思うから、やっぱこうすり合わせてやっと合っていくわけじゃないですか。やっぱクラブもそうなのかなって思います。ちゃんと取ってくださいよ。今決まかわしてたのに。たまにありますからね。たまにあります。たまに池田さん取ってるかなって見たら下向いてる時ありますから、ね、カメラが。あ、最悪です。今日お菓子忘れちゃいました。あ、ってか今日そもそも朝ごはんもまだおにぎりしか食べてないですよね。いやもうさ、ほら卒業に向けてそろそろダイエットしなきゃいけないなっていう。ダイエットっていう概念あるんですよ、私にも。うん、今概念あるんですかって聞こうと思ったんですけど。でしょ、先回りした。なるほど。先読み。これはキックボクサー。そう、ポキッポキッってね。シュッ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 。